ベトナム人の皆さん、よくこんな間違いしたことないですか？先月京都に行きました、たくさん記念がありましたとか、明日 JLPT の試験に参加するつもりですとか、これらは意味がわかるんだけど、とっても不自然な日本語です。しんちゃおかぱー、イナズマエディケーションのひなきっきゃです。今日は日本語が不自然になる理由について3つ紹介したいと思います。日本語上達のヒントになればと思います。まず1つ目、さっきの間違いなんだけど、たくさん記念がありましたではなく、たくさん思い出ができましたが正しいです。それから JLPT の試験に参加するつもりですではなく、試験を受けるつもりですが正しいです。皆さんは日本語を話すときにベトナム語で考えてから日本語に変換してませんか？そうするとやっぱり言葉の使い方間違えてしまうんですよ。なので言葉や文法を覚えるときは例文をそのまんま覚えた方が効率的だと思います。2つ目の理由、よくある間違い、私は帰国したら私の家族に会いたいですとか、これも不自然な日本語です。理由は主語を省略しないからです。日本人は日常会話でほとんど主語は使いません。自然な日本語は、ねえベトナムに行ったことありますかとか、山田さんってベトナムに行ったことありますかとか、帰国したらお母さんに会いたいです。これが自然な日本語です。皆さんも意識して主語を省略した日本語で話せるようにしましょう。最後の3つ目の理由です。よくある不自然な言い方は、傘を借りてもいいですか？雨が降りそうですから。この言い方は悪くないです。しかし日本語は理由から先に話すのが一般的です。雨が降ってるので傘を借りてもいいですかというふうに言うと、もっと自然な日本語になります。これからは理由を先にを意識して日本語で話してみましょう。忙しいので今日の飲み会は行けそうにありません。あなたが他の女の子と仲良くしていると寂しい。じゃあ皆さん、この3つを意識して明日から自然な会話で話してみましょう。他にも勉強したい日本語があればコメントで教えてください。では高評価とチャンネル登録忘れずお願いします。また会いましょう。じゃあね。